じゃあ牧野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は通信機器が爆発するという事件があったんですが、これ爆発でどんなふうに起きたと考えられるんでしょうか。結構流れている映像を見るとですね、人が吹き飛んだりですね、あるいは死者も出ているということですから、いわゆるその通信機器本来にあるそのなんかリチウム電池が加熱してですね、ちょっと爆発するとかそういった程度のものではなくて、やっぱり一定量の火薬が仕込まれてたんじゃないかというのが私の周囲の人たちの解説でですね、報道によると1オンスぐらい仕込まれてたっていう報道もありますから、1オンスで大体28グラムぐらいなんですけど、市販の爆竹に入ってる火薬が大体 0.04 グラムぐらいですから、簡単に考えるとその爆竹700個分ぐらいが爆発した程度のその爆発力があったんだと思います。でさらにその C4 爆弾というちょっとその火薬というかですね、従来の TNT 火薬よりも高性能の火薬になるとさらにその爆発力が高まるんですけども、でさらにポケベルだと言われてますから、外側をその金属なんかで覆ってる場合も多いでしょうから、そうするとそういった破片が人に突き刺さるっていう破片効果も考えられるので、例えばそのポケベルだと腰のベルトにつけておくとかですね、胸ポケットに入れておくとか、そういう場所あるいは顔に近づけてそのものを見てたりするとさらにその殺傷効果が高まるっていうことだと思いますね。通信機器が使われたっていうのはなんかこれ意味がありそうなんでしょうか。通信機器がですね、爆弾に使われるようになったのはそんなに新しい話ではなくて、皆さんも映画なんかで見たことあると思いますけど、昔はその爆弾にその携帯電話を仕掛けてですね、その携帯に電話をかけると通電して爆発すると。でこれはそのイラクに派遣された自衛隊を狙ったですね、路肩にそういったものが置かれてて被害は出ませんでしたけど、そういった事例もありますし、過去いろんなその国の幹部なんかを暗殺する道具として使われたケースもあるんですね。でただそれはそのいわゆる携帯電話にかけてその爆弾を爆発させるっていう一つの遠隔装置の即席爆弾ですから、いわゆるその1対1の爆弾なわけですよね。で今回は2800ぐらいのポケベルが一斉に爆発してるわけですから、これはそういったその即席爆弾じゃなくて一定のそのサイバー攻撃みたいなものが絡んでるんだと思うんですね。過去そのいろんなサイバー攻撃の事例があるんですけど、例えばその中国政府が裏で絡んでるって言われてるロシアの APT っていうグループがやった犯行で、ボルト台風の場合はアメリカのそのマイクロソフト社にサイバー攻撃をかけてですね、マイクロソフト社が絡んでるアメリカのインフラ設備に打撃を与えると、でということをやったことがあるんですね。であと昔北朝鮮の取材で聞いたことがあるのは、アメリカの情報機関が北朝鮮がそのミサイルに使っている電子部品の輸入経路を調べて、その輸入経路を調べた上で電子部品を作っている企業が友好国である場合はその企業を説得して、で友好国じゃない場合は保税区域なんかに忍び込んで電子部品をサイバー攻撃をかけてですね、で北朝鮮がミサイルを発射するとそれが誤作動を起こして爆発させるようにするとっていうようなこともやったことがあるので、いわゆるその今回はそういう火薬を使うっていうそのローテクと通信機器サイバー攻撃を使うっていうハイテクを組み合わせたハイブリッドな攻撃だと思いますね。火薬が仕込まれた通信機器をそれだけの人が一斉に持たなきゃいけないっていう、そういう状況にしなきゃいけないわけですよね。まあそうですよね。だからその今おっしゃった通りで、いわゆる大量の人を同時にやるわけですから目標がたくさんになるので、多数の目標を一斉にやるっていうメリットはありますけど、逆に言うと それが一般に流通するとその無差別大量殺人になってしまうので、ものすごいその深刻な打撃を呼ぶわけですよね。だからいわゆるその目標とされている、まあその今回の場合はそのヒズボラですけど、ヒズボラだけが使って他の人は使わないと。でしかもサイバー攻撃をかけた後に関連のその企業がですね、いわゆるウイルスチェックとかそういったセキュリティ支援なんかをしてプログラムを更新しないような、そういうものである必要があるわけですよね。で報道によると今年の2月ですかね、そのヒズボラがそのスマホを使ってると位置なんかを特定されるっていう情報をつかんで、それでその台湾の企業にそのポケベルのような通信機器を発注したっていう報道がありますけれども、それももしかするとそのヒズボラにそういったその情報を流すことによってヒズボラが慌ててさらにローテクのものに手を出すように情報を誘導してさらに手を回して、それからその出荷前出荷前後にですね、そういったものを仕掛けたっていう、いわゆるその継続的に持続的に非常にその手の込んだ犯行だと思いますよね。
先ほどその通信機器に仕込むこと自体は新しい話じゃないということだったんですけども、こうやって一斉に爆破させるサイバー攻撃、この辺は高度な技術がやっぱり必要とされるものなんでしょうか。これはでもさっき申し上げたように中国系 の、 そのハッカー集団もやってますし、ロシア系のハッカー集団もそういったことをやってますから、それほど難しい行動じゃないと思いますね。だからプログラム自体はそんなに難しくなくて、ただしそれをどうやってハッキングするというかですね、いわゆるそのそういった仕掛ける相手も当然防衛してるわけですから、そのセキュリティの防御を突破しなきゃいけないので、それをどうするかが問題で、だからよく最近防衛省なんかも力を入れてますけど、大体そのヘッドオフィスなんかの防御って硬いんですよね。硬いんで、その企業の海外支社を狙うとかですね、あるいはその IT の取引のある企業にも売り込んでオンライン面接で入り込んで信頼を得てから、そこから徐々に入っていくとかですね、そういうことも手口としてあるので、そういったことさえできれば最終的にそういうそのウイルスを仕込むってことは可能だと思います。逆に欧米側がターゲットにされるっていう可能性も危機としてはあるっていうことなんですか。今回のは特徴の一つは、誰がやったのか分かりませんけど、もう仮にイスラエルだとしても、イスラエルだっていう痕跡は残ってないわけですよね。ヒズボラが内部で通信した、あるいはその特定の誰かが発信した一斉のメッセージに反応するとか、あるいは特定のキーワードを発信した時に爆発するとか、そういうプログラムでしょうから、そうすると誰がやったのか分かんないわけですよね。でそれはどういうことかっていうと、そういったことをやることによるリパーカッションというか反響というかですね、副作用はやっぱり怖いわけですよね。それで要するに殺人者であると、で例えばそのポケベルを逆にその日本人が使ってて日本人が死んだら、これはやっぱり日本政府としては大騒ぎになりますから、でそういう無差別なことは当然やらないですよね。だからこそこのローテク の、 その閉じた世界を作って、あえてその自分たちの目標だけを狙えるような環境を作ったんだと思いますね。じゃあ小永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回被害がですね、ヒズボラという組織に大きかったみたいなんですが、これはどんな組織なんでしょうか。はい、もともとですね、1982年頃に設立されたと言われています。当時レバノンに対してですね、パレスチナゲリラを、イスラエルが掃討するという名目でレバノンに侵攻したんです。でそれに対抗する、組織が必要だということで結成されたと言われています。でもともとイスラム教のシーア派組織と言われていて、でこのシーア派というのはイランが、その地域で、シーア派の盟主と言われているんですけれども、イランの支援を受けていると言われています。で伝統的というか歴史的に、ヒズボラとイスラエルというのはもう常に対抗してきた、組織であって、で今回のポケットベルの爆発についてもヒズボラはイスラエルに責任があるというふうに主張しています。ヒズボラとイスラエルの対立っていうのはどんなふうに続いてきたんですかね、ここまで。もともとイランが1979年にイスラム革命が起きて、イラン、親米国家だったんですけど、イランにシーア派の、国ができました。で、そこでイスラエルを、敵国としてですね、要するに、シオニスズム運動を撲滅させるということでやってきたわけなんですけど、その流れの中でイスラエルと、ヒズボラですね、レバノンとイスラエルはもう極めて近い、地理的に近い位置にあるので、もう常に敵対していたと。でヒズボラはやっぱりそのパレスチナの解放というイスラムの組織にとっては大義があるわけですから、そこで常にパレスチナも支援しているし、要するにシーア派組織としてですね、イスラエルを敵視して、これと対抗するというのを設立というか存在目的としてきたわけです。民間というか宗教を元にしたボランティアというかいろんな人たちの支援を受けて設立されたわけなんですけれども、ただ単にですね、この戦闘武装勢力というだけじゃなくて、レバノンにおいては国政選挙にも参加しています。一方でですね、アメリカからはテロ組織と指定されているので、武装勢力というふうなことが、よく言われるわけなんですけども、政治参加もして、
と、社会保障とかですね、その民間の、一般市民の支援等と社会福祉等の活動もしていて、一定の支持を受けているような組織です。ハマスとも関係があるということですかね。ハマスをやっぱり長期にわたり、支援してきたと言われてますね。で、今回のガザの戦争でもハマスを支援する目的で、まあ、イスラエルに対する攻撃というのを、継続してやってます。去年の10月にあのハマスの攻撃でイスラエルとの争いが勃発しましたけども、これの時期と合わせたみたいな可能性っていうのはあるんですか。まもなく1年になりますけれども、ただあの今回の事件に関して、まあ、あの軍事専門家等はですね、まあ、仮に2800人ですか、3000人のポケットベルを一斉に爆発させるというふうなあの作戦実行し、計画して準備して実行するとするならば、相当な準備が必要だと、まあ、数ヶ月か2年間あるいは数年かかると言われてますね。ということは去年の10月7日以前から計画されてた可能性というのは、高いので、この時期に合わせたかどうかと、たまたまそうなのかもしれません。あるいはそのもっと先に計画してたのを早めたとかですね、まあ、そういうことはあるかもしれないですけど、ちょっとそこはわからないです。今回3000人近くが被害を受けたということなんですが、報復も含めてどんなふうな展開が予想されるんでしょうか。今回に至るまでにすでにあのイスラエルはあのハマスの指導者ですね、最高指導者を、イランで、殺害したとされています。でそれに対してイランと一緒にあの、イスラエルに対抗してヒズボラは、イスラエルに報復すると言っていました。でその中であの今回なんていうか、さらにヒズボラの主張通りであるとすれば、イスラエルが奇襲攻撃と言われるぐらいの感じであったんで、まあ何らかの報復をしなきゃいけないというふうには当然考えると思います。それがどういう形になるかちょっと今のところ読めません。